学校の生徒さんの作品っていうのも、あの、まあ、名古屋に来るのもちろん初めて。ああこれ会場ですね、はい。まあ、こちらがシモンさんの作品。そうですね、はい。あの、まあ、こういう形で、先生の作品と、まあ、生徒さんの作品っていうのを、うん、あの合わせて見ることで、その教えられてるないこととか内容とか、あと生徒さん一人一人も個性を持って、あのいろんな特徴を出されているそうです、ね、っていうのが分かるような展示に、あのその方の要するになんかいろんなもの人間性が出ますよ ね、 うすね、こういう作品にね、すごくよく出ると思います、はい、あのお人もすごくあのオープニングパーティーの時すごくにぎわってらして、あの、はい、これだけの作品のところだけ、あの撮ってくるとあれですか、このなんか鬼も素晴らしかったです。これはあのマニキュアの子です、はい、あの古いですかね。そうですね、これが15年ぐらい前の作品で、はい、まあ、ベースはあのベースや感覚は今の作品と、まあ、あまり変わらないんですけれども、まあ、その時代時代でやっぱりあの特徴が、こちらがあの40年前 の、 その先ほど言った最初の作品の一つ、はい、あそうなんだ。なんかあの作家さんってこういう、まあ、男性の方が女性のお人形を作られると、やっぱり好きなんですよね、好きなタイプ、ね、好きなタイプは、うん、どうなんでしょうなんかお若い方もね、たくさん来ていらして、あの、会場、これ会場風景ですけど、やっぱりその皆さんなんていうのかな、感性をお持ちの方たちが集まって、そうですね、うん、あの昔のものといったらあれですけども、あの、まあ、40年ほど前から非常に有名な私と私ツーショットですね。あのね、先生にあの ツーショットの写真よろしいですかって言って、あの申し上げたらね、彼はねお人形さんも入れなくっちゃっておっしゃってねここまで私を引っ張っていかれて、でもさ、ツーショットと言いますか、スリーショットと言いますかあのそういう感じだった。これがあの会期のですね、はい、はい、あの安岡画廊さんでされている4月18日から始まって5月31日までの展示会、はい、あの お日にちも長いです、ゴールデンウィークもありますのでね。そうですね、はい、まあ、名古屋に来られるということがめったにない、あの、まあ、展示なので、はい、ぜひ一度見ていただけると。そうです、写真より実物の方がいい。そうですね、でも絵画とはまた違って、あのよろしいです。今やっぱり音楽もそうですけど、こういう美術のものって あの頭の栄養だもんね、心の栄養であり頭の栄養素っていうか、まあ、このところちょっと世の中的にもいろんな大変なことがねいっぱいあの起きましたので、まあ、たまにはね、あの、まあ、そういういろんなことも思いつつ、あのこういった作品に触れて、なんか自分の中でこうちょっとゆとりっていうか、そういうものを持ってあの暮らしていきたいですよね。そうですね、うん、なんかあの先生にこの本当この前あのお目にかかって、あのなんかすごいちょっと違うなんか空気が流れていました、うん、彼の中っていうかその周りには、うん、はい、なんか芯の強さと、うん、まあ、誠実にあの一つのことをやり続けるっていう部分が作品にも出ている、うんうん、はい、ですね、これはあのお兄さん の、 あの今あの、出てますね、あのそうですね、はい、ホームページにあの詳しい情報は随時そうです、ね、ご案内しております、ね、展示会その他ね、あのいろいろやって、場所もすごくいいですね、伏見のちょうど角のとこですもんねそうですね、はい、あの地下鉄の5番出口階段上がったらすぐあの傘もいらないところですね素晴らしい、何よりだはい、あのまああの御社の画廊のそのとしてのそのまあ特徴といいますか、それはなんかそのまあ今回はこういったあの下さんのこういうものをまあ企画展としてされてますけど、もともとその 何が強いって言い方変ですけども、はい、そうですね、あのまあいわゆる昭和の日本のあの洋画、日本画っていうのも多いですし、はい、まあ、あのヨーロッパやアメリカの昔の絵、まあ大体もうこう亡くなった方、昔の絵っていうものを扱うことが普段は多いだろうですね、うん、まあ、ただ、はい、吉本さんというこの方もその一部分として、うん、まあ、美術のこう歴史に残るようなものを紹介するっていう意味合いでは、はい、あの同じような筋でやらせていただいてまして、うんうん、そうですね、なんか、はい、あの
何十年も前に、あの、お父様にお目にかかったことがあり、あ、そうですか、はい、この前何十年も前にお目にかかった、どういういきさつでお目にかかったかとも忘れていたんですけど、以前にお目にかかったことがありますよと言ったら、ぎょっとされて、僕は何かしましたかとおっしゃったんです。30年近くここでやっとるのでやってることは変わらないんですね。そうです、確かね、何かどなたかの作品展の時だったかなのかだったと思うんですけど、あの、笑わされてる方ということで、うん、なんかナイスビデオで素敵な方ですよね、もし お父様ありがとうございます。そんな方の舞台の DNA をしっかり受け継いだ敦彦様がまた違う展開でね、これからそのカラーもそれから見た目も感性も違いますので、あの、そういう、あの、展開をされていく。そうですね、うん、まあ、あの、古いものを大事にしつつ、それをが後に残るような、あの、技術の展開というのを提案していきたいと思います、うんうん、そうですね、はい、あ、こちらが、そうですね、なんか今ずっとその志門さんについて今回はあれですけれども、ね、こういった、え、あの、人形日記という本が、はい、あの、3月、この3月に出版されまして、うん、あの、先生のブログをそうそう、なんかあの、あの、ホームページに行くと指紋ブログみたいなのがありますね、はいはい、人気本になっているもので、うん、作り方とか、あ、いろんなことが、しっかりと書いてあって、あ、これなんか見えないね、まあ、これを見ると一番こう今何をされているかっていうことが分かりやすいということで今日持ってまいりました。すごい、なんか、こういうの見てると、あの、ヨーロッパの古いなんかね、 その彫刻に通じるものも、まあ、いろんなものを吸収されて、うん、やってらっしゃる。その他にも人形に関係ない話もいろいろ書いてあったりして、うん、いいですよね、あの、ご自身の、うん、ていうか、なんかね、あの、本当に穏やかな、あの、まあ、どちらかというとスリムでね、それで、あの、穏やかな方でしたけど、こういったものをその生み出される方って秘めたるものが多分あって、そうですね、うん、あの、その、まあ、なんていうの、線が、その中の芯の線の太さ、うん、そういったものがあるんじゃないかなと。そうですね、人間的にもそうですし、うん、やっぱり作品にも出てきますし、はい、そう、まあ、絵画でも何でも一緒なんですけど、はい、あの、非常にそういうのが強い方っていうのが、まあ、いいものを生み出されるという、そうですね、感じます。で、まあ、多分こういう画廊、まあ、お父様の後を継がれてというか、まあ、お父様の後を継がれた形になるんですけど、敦彦様は敦彦様で、そのまたご自身の、あの、感性とかそういったものを生かして、そのなんか、あの、違う多分展開に、あの、またされていくっていうの予感もありますけど、こういうその、今、あの、申し上げたように、あの、中から何かを生み出す方たちと接する機会がやっぱり多いと思うので、それはすごくその肌で感じる、あの、いろんなそのパワーとか感性とか、はいはい、そのアーティスティックな面というので、ご自身にすごくその影響を受けるというか、啓発というか啓蒙とか、そういう感じどうですか。いや、そんな大したことは、あの、してませんし、いやいや、まあ、何せ少しずつでもね、まあ、そうやって、うん、まあ、いいものを作る方、あ、まあ、過去に作られた方も含めて、あの、そういう方の作品とか人生に触れられていくっていうのは、まあ、多少何ともありがたいですし、です。それでなおかつ、なんと、その画廊の2代目若社長の面ありの、実は音楽家なんですね。音楽、白状しなさい、お母さんに白状しなさい。音楽家ではないですけども、音楽ご自身、ご趣味としてされている。まあ、あの、まあ、自分の話ですけど、うん、こうやって絵を扱っているっていう立場で、はい、何か自分でもこう表現するっていうことも大切かなっていう思いもあります、ね、はい、から、まあ、自分で描くっていうのは、まあ、アーティストがいての仕事なんで、あんまりしないですけども、なんか表現できるとしたら音楽をやっておくのもいいんじゃないかなっていう、うん、そういうこともあります。あの、次回はじゃあ、あの、厚彦コーナー的な、いや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 ライブ の、 あの、情報だったり、あの、ここで実演とかあり、うん、で、あの、でもなんか音楽の匂いがする。何を言う、白状、何を、え、なんでビオラでしたっけ、何でしたっけ、チェロでしたっけ。あ、そうですね、はい、あの、チェロずっとやってて、はい、で今はバンドネオンをやってるんです、うん、バンドネオンっていうのはそのラテン系の、うん、単語で使う楽器。あ、そうなんですか、それもまた、あの、いや、もう趣味でもう下手の横好きでやってますんで、あまり掘り下げられてない。すごい、でもね、やっぱり、あの、すごいですよ、そういう、まあ、いろんな、本当にいろんな表現するいろんなものがあって、また、あの、ご自身の、あの、
エレメンタリーとかいろんなものでその熟成されて、それがまた外に出てきて、それがまたあのお仕事に生かされる。でもそういうものですよね、長い人生って、うん、あの私もそうなんですけど、ネイルとかファッションとかいろいろやってますけど、一つだけこう切ってここだけっていうことはないのね、うん、例えばお爪をきれいにしようと思ったら、例えばお化粧だったりお洋服だったり、でお洋服に関心があると例えばメイクだったり、それからもう本当にそのお靴だったりとか、そうなんかいろんな流れなんですね。そうですね、うん、だからそういうのがあるので、あの今回この下さん の, あの展示会見せていただいた時もやはり目にがお洋服の通りが目に行く、うん、でもすごく細かい作り、あのこの襟のこう立て方とかね、先ほど申し上げたその革でこう靴を作ったその紐の通し方とかね、はい、うん、そういうのを見てるけど、それもいろんなこと全てが通る、全て通して の, あの、まあ、芸術品とかね、そのアーティスティックなことだと、うん、まあ、お好きな部分は人それぞれでですね、はい、いろんなあの良さがありますので、はい、でぜひぜひ皆さん、あのまだ5月1日まで、うん、あ、じゃあ31日までやっておりますので、伏見の八坂画廊にお出かけくださいませ。あのよろしくお願いします。 CM にじゃあ入ります、はい、ありがとうございました。お願いします。